科学のお姉さんこと五十嵐美樹です。さて皆さん、身の回りにたくさん菌があるよと言われてもなかなか目に見えないですよね。実際それ、あ、菌があるよって見たことある人？あれ、誰もね、このスタジオでもいませんし、まあ、私も実際に見たことはありません。なので今回はそんな菌の見える化実験をしてみたいと思います。それではいくよ、レッツサイエンス。今回は次亜塩素酸水、みんな最近よく聞くよね。この除菌消臭剤を作っているメーカーさんになんと実験器具をお借りしました。この実験器具は細菌などの微生物がエネルギーを蓄えるための物質を測ることができるんです。なかなかね、私たちは見ることがないですけれども、食品を扱う工場などでも使われているんです。ほんとプロが使うような実験器具で、今回は実験できます。嬉しい。今回はこれを使って実際に菌のね、実験をしてみたいと思います。まずはこれです。さあ、私の携帯電話ということで、皆さんもこのスマートフォンとかでね、この辺触ったりとかしてる人多いですよね。これ測ります？怖いよ。ちょっとね、でも実際に測ってみたいなと思います。さあ、じゃあね、いよいよ実験をしていきたいと思います。これどうなってるかというと、このように撮ると、ここじゃないよ、この綿棒みたいになってるよね。こんな感じで、で、この先に測りたいところをつけていきます。で、これね、まんべんなく取るようにして、こういうふうに、まずは横、こういう感じで、今度はね、こういう風にこすっていきます。さあ、じゃあそしたら今度はこの中に試薬が入っていますので、この中に綿棒を入れます。そしてここにね、今から綿棒入るからね、押し込みます。入ったはい。そしてこの先ほどの機械のところにセットして、これでスタートボタンを押すと測ることができるので、やってみたいと思います。それではレッツサイエンス。あー、来た来た。どうなるんだろう。116RLU ということで、これがまずどれくらいなのかっていうのを、まあ、これからいろいろ試しつつ調べていきますか。あ、なんか鳴ってきたなんか鳴ってきたじゃあ次はこの椅子のこう座って、この手をちょっとみたいなやるところとか、こうやるところをちょっと調べてみたいなと思います。座ったままでいいですか？このままでいい？じゃあいきますよ。あ、これも全部座ってるままやる感じですかね。じゃあ入れてみます。どれぐらいなんだろう。いきます。レッツサイエンス。251。あ、じゃあそっか、さっきのスマートフォンよりは多い。え、そうなんだ。そっか、金属とかすべすべしたものとかの方が、まあ、取りやすいってことなんですけれども、今回ちょっとボコボコしてたのでなかなか
まあ言うても高いですけど多分言うてもさっきよりはね徐々に高くなってますね。いやちょっと何が何だかもうねわからないですね。見た目ではもうわかんないんで、ちょっとこういう風に調べるとやっぱ面白いですね本当に。次はチラシをやってみたいと思います。手をね持ちそうなこの辺、この辺やってみましょうか。紙って測れるんですかね、ちょっと気になるんですけど。レッツサイエンス。457。意外とある。さあじゃあね次はでもねやっぱ一番なんかここすごいいろんな人、いろんな人使う会議室なんですよここで。こうこうちょっとなんかうんって感じなのでちょっとやってみたいなと思います。サイエンス。おーおー841ということで、あでもやっぱ多いねこれは。次はテーブルです。ここもね今スッて言ったこれがちょっと飛んだんですけど大丈夫なのかなそういうのがあるってことですよね多分。いやちょっとね怖いですけれどもやってみたいなと思います。いきます。レッツサイエンス。おう919。なんか出されたもの食べてなんかふーみたいにやってこうやるわけじゃないですか。この会議室はいつも終わった後にちゃんと水拭きをすることがルールになっているので、まさかこんななんか状況になってるとは思わなかったですね。ほんとね、そうだよね、実験していきましょう。次は今絶賛使っている筆箱ということで、いやこれちょっと やばそう感じがするんですごい気になるんですけど、どうなんだろうね。このこうやって開けるじゃないですか。開けるかな。この辺測ってみたいと思います。イエーイあー、ドキドキする。いくよ。じゃあレッツサイエンス。え？ちょっと待って。うえそんなに？え、1903。なんか鳴ってる。次はこれ。そう、ランドセルです。ちょっとね久しぶりだからねランドセルはね。これでこうしてここでこうするのか。この辺ちょっとすごそうですね。
18。続いてはこちらです。さあみんなもこれ使ってる子いるかな。さあなんと今ここに用意したのは1日3時間、お子さんがずっと使っていまして、で一度も拭いたことがないということで嫌な予感しかしないんですけれども、実際にちょっとやってみたいなと思います。私もよくスイッチで遊ぶんですが、まあ、とにかくねこの A ボタンを押すわけですよね。このこれですよね。ここちょっとねやっぱ気になりますよね。いやあとこのボタンですよとにかくここ連打しまくってるからねみんな。よし、 R ボタンめっちゃ押すよね。みんなお菓子とか食べてそのまま触ったりしてない？これ実際入れてみたいと思います。それではレッツサイエンス。7039。これはすごいすごいんじゃない？あの最初のスマートフォンがちょっとちっぽけに思えてきたんだけれども、やっぱ1日3時間の拭き取らないは結構やばいんだね。今衝撃を受けてるところなんですけれどもあのここからはですね、なんと次亜塩素酸水の除菌消臭剤オックスシャワーというのをね、あのご提供いただきましたので、これを使って実際にどれぐらい先ほどの物質が減るのかということを実験していきたいと思います。じゃあまずはね、この衝撃的な記録を叩き出したスイッチを、はい、やってみたいなと思います。いや大丈夫なのかなって正直、あのメーカーさんにこうご提供いただいてるんですけれども、あちょっとこれだけの数値が出たものをさっきボソッと初めてみたいなことをあのおっしゃってたので果たしてこのオックスシャワーであのいけるのかっていうのをちょっと頑張ってやってみたいなと思います。じゃあまず使い方は、気になるところに向かってこれが押すとミスト状に出てきますので振りかけていきます。電化製品なのでまんまに濡れると良くないかなということで、ちょっと上の方からかけてみたいなと思います。じゃあ、はぁもうボタンとかもうねめっちゃかけたい。はい、じゃあいきますいきます。あ、すごい、なんかかけやすいですね、とっても。いいのかな？これかけただけですけど、かけただけですよ。で、これで、はい、で、ティッシュペーパーで拭き取ります。はい、で、これで拭き取っていきます。あの L ボタンと R ボタンもねだいぶ好きになったので、オイオックスをしたいと思います。まあでもあんまかけすぎるとね、あの電化製品だと危ないんですけど、ティッシュペーパーで、はい、だってかけて拭いただけですよ。これだけでさっき7039がどれぐらいになるのか、また先ほどと同じように実験をしたいと思います。レッツサイエンス。おーすごい61すごい、だってさっき7000
おう、なのか、なのか。はい、ということでいろいろと実験してきましたが、まあ、細菌とか微生物というのはそもそも存在することが自然なことなので、全てが悪いというわけではありません。ただこれが、まあ、悪い病気になったりするような菌とか、まあ、そういうことに対して、まあ、対策するということでは、まあ、このような製品に頼ってみるのもいいかなと思える実験結果が出たかなと思います。こちらの今日使ったボックスシャワー、気になった方がいらっしゃいましたらネット通販などでもお求めいただけます。はい、ということで、まあね、まだまだ、まあ、このような時期が続きますが、手洗いとかうがいとかそれぞれの考える対策っていうのも、まあ、私も含めて一緒に行っていきましょう。それではご覧いただきありがとうございました。バイバーイ。